京都市内にある小学校2年生のクラス。今回は体のお勉強です。ここ見られるの恥ずかしいんだよねとか、そんなところはありますか？ある。この日は体のことを話し合う授業です。その中で保健の先生が出したのは、教えてくもくんという絵本を読んで一緒にね、学習していこうと思います。教えてくもくん、教えてくもくん。空から子どもたちを見守るくもくんというキャラクターが、子どもたちにある大事なことを教えてくれる絵本です。マーくんがふざけてケンくんのパンツを下ろしちゃいました。わははは、お尻丸出し。くもくんが心配して言うと、3人はびっくり。え、何が？遊んでいただけだよ。だってプライベートゾーンが。くもくんが言うプライベートゾーン、体の服で隠れる部分で、自分以外の人に勝手に触られたり見られたりしてはいけない部分があることを教えているんです。子どもたちにも被害に遭わないようにどうしたらいいかということをうまく伝えていかなきゃいけないなということに気づきまして、絵本だと幼い子どもでも手に取る。絵本を監修した慶応義塾大学の小笠原教授、実は警察庁から派遣されている警察官です。性被害に遭った人の声を聞く中で、幼いうちから正しい知識を持つことが必要だと、友人たちと一緒に絵本を作りました。自分の体をどこを守るべきかということと、被害に遭った時にどうしたらいいかということは、被害に遭う前に知識として伝えておくことが大事。辛い経験から性に対する知識の重要性を知った人もいます。大学生の前田佳代子さん。インターネットで性の用語を検索したときに、必要な情報が先に表示されるような仕組みになることを求め、署名運動をしています。例えば、痴漢というふうにインターネットで検索をすると、一番上にアダルトサイトが出てきてしまったりだとか、痴漢の被害に遭った被害者にとって一番大切なのは、やっぱり今、どうしたらいいかとか、どこで支援につながれるかとか、そういう情報だと思うんですよね。安心して性被害者が必要な情報にたどり着けるような、情報環境が必要かな。前田さんが活動するようになったきっかけ、それは自身が性被害を受けた経験からでした。知らない人複数人に連れて行かれて被害に遭ったという、当時16歳でどうしていいか分からなかったので、まず警察に言うこともできていなくって、当時はその性に関する知識も私はほとんど持っていなくって、自分がその性被害に遭ったっていうふうに自覚をするまでもかなり時間がかかって、性被害に遭ったという自覚もないまま、周りから恥ずかしいことをされたと言われ、自分を責め続けたという前田さん。その後、大学生になってから性に関する課題を勉強するようになり、幅広い知識や考え方に触れたことで、被害を受けた自分は悪くないと気づいたということです。性っていうワードでちょっと拒否反応出ちゃう人もいるみたいなんですけど、性のことだから話しづらいみたいな風に過剰にタブー視せずに、性に関する知識はエロじゃなくて命を守るための最低限の知識だよというふうに思って、社会全体で取り組んでいく必要があるなと思います。性に関する知識は命を守るために必要なこと。同じ思いで活動する人たちがいます。じゃあまず男の子からいくよ。パンツを取るとチンチンがあります。おチンチン、そう、外からじゃ見えない、中どんななってるか見てみるよ。ここは大阪府内にある民間の保育園。少しドキッとするような用語が飛び交いました。
そう、3個あるねん。だっておちんちんない女の子。そうだね、命の通り道っていうね、道があります。こういうところをプライベートゾーンと言います。このプライベートゾーンっていうところは、たくさんの人に触らせるところでもないし、人に触らせるところでもありません。授業をしているのは助産師の皆さん。助産師の森ふわりという名前で、2017年から出張授業をしています。お母さんたちが赤ちゃんを連れて、みんなでこうワイワイと集える場を作りたいねっていうのが、その中で私たちが何かできることがないかなっていうことで始めたんですけれども、なぜか性教育をしてほしいっていうお話がちらほらと出てきて、助産師として感じた性教育の必要性。保育園から小中高校、そして親まで、幅広い年代の人たちに明るく楽しく包み隠さずをテーマに性の授業をしています。聞かれて困るのは性行為、いわゆるセックスについて聞かれたらどう答えたらいいかわからないから困るんですよね。命のお話の一番の根っこは、その子が生まれた時の話です。あなたが生まれてきた時、お父さんお母さんおじいちゃんばあちゃん周りの人すっごく嬉しかったんだよとか、周りの人も応援してくれて生まれてきたんだっていうのが子どもにもまず伝わってほしいなと。親たちには子どもに聞かれて困る性の質問にどう答えたらいいのかを伝えます。自分の身を守ることの大切さとかを、私自身がまたこまめに伝えていかないといけないなっていうのはすごく感じます。その間違った情報が先に入る前に、こんな形で教えていただく、機会があるというのがやっぱり大事なんじゃないかなと。さまざまな情報に手が届く今、ふわりの4人は子どもたちが誤った情報を得る前に、きちんとした知識で伝えておきたいと考えています。私たちだけじゃなくて、家でみんながするのが当たり前というか、みんなが普通になったら本当はいいなって思います。もやっとした時に、こんなことがあってどうしたらいいやろって、気軽に気兼ねなく聞ける存在で、書き込み寺のような存在であればいいなと思います。